中を席巻第1回目市川團十郎白猿。いつも動画をご覧くださいまして心より感謝します。團十郎さんご一家を中心に一本一本心を込めて動画を作成してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。歌舞伎俳優の市川團十郎さんの長男市川新之助さんに関する記事をご紹介いたします。天国の母真央さんも見守る八代目市川新之助襲名披露を歌舞伎通講談師の神田伯山が絶賛。八代目市川新之助は2022年11月から12月にかけて襲名披露公演を行い、東京歌舞伎座で12月5日に初日を迎えた12月大歌舞伎では毛抜きに出演し、史上最年少の9歳で久米寺團十郎を演じた。毛抜きは歌舞伎18番の一つで、團十郎は愛嬌やユーモアがあり、かつ力強さも必要とする難役です。父13代目團十郎が演じた毛抜きの舞台を見てから、久米寺團十郎が憧れの役だったと話す新之助は、持ち前の明るさとおおらかさを存分に生かし、愛嬌あふれる團十郎を見事に演じ切りました。会場の笑いを誘う一方で、時折見せる引き締まった見栄は各界で称賛されました。講談師の神田伯山は2022年12月9日の問わず語りの神田伯山で新之助を公表した。新之助くんが自分でこの役をやりたいと、9歳だよ、イメージで言うと9歳でシティハントのサイバー寮をやってる感じ、新之助が誰よりもやる気があるの、今歌舞伎界で一番やる気があるんじゃないかなと盛り上がってるんだよ。確かにセクハラをしてウハハハみたいなところでも、おじいちゃんの12代目市川團十郎の型通りにやってるから、意外に型があると成立するんだなと、周りのお客さんもおばちゃんが多いんだけど可愛いみたいな感じで、というふうに非常にですね絶賛のコメントを寄せられていました。この見栄がかっこいいですよね。團十郎家族をご贔屓のほどお願いいたします。市川團十郎白猿。